中年なう浅川図ですくだらないもの工房のバーチャルおきつね風卓上セーブポイント職人をやっておりますたくみですと、えー、今回はねトゥギャッターからなんですけれど四年間芸術大学に通って気がついた、えー、芸術が俺に関係ない 刺さってしまう人続出 <laughs> と残酷な辛すぎでしょうということで。うん、この方はあれだね、芸大の大学生だったんだね。ね。行ったんでしょうね。行ってたんでしょう。で、4年間、まあ、通ったってことは今年、あれかな卒業なのかな、うん、で、まあ、芸術が俺に関係がないことが分かってよかったと。<laughs> <laughs> ね。よかったんじゃないですかその4年ぐらいで済んで。うんうんうん。そう。4年ぐらいで済んでむしろこじらせないでよかったのかなと。まあ、 ある種残酷な現実ではあるんだけれど、うんうん、学問とかさ、趣味とかって、そういう側面は絶対あるじゃん。うんまあ、それに対して、こう、勉強したことってのは絶対無駄にはならないと思うんで、ね。そう,そうそうそう。それ自体は無駄になってないけれど、この、なんていうかな、コンコルド効果みたいな風に言われてるけれど、例えば4年間費やしたんだから辞めるのもったいないとか、うん、うん、まあそんなけ学費も払ったんだから、芸術系の、ちょっと続けていこうかなっていう、 いうのもあるんだけれど、うん、この人はでも関係ないってことが分かったっていうんで、スッキリしたから、まあ、無駄にはなってないのかなとは思うんだけれど。だから、新しい一歩をね、確実に踏み出したのは間違いないと思うんで。うん、<laughs> ただこ、ただまあ、<laughs> 4年間経ってそういうふうに思った時はショックだろうね。この気がついた時はね。<laughs> まあね、その時はね、うん、その一瞬は、あーああっていう感じになるでしょうけど、 まあまあでも4年で気づいたんだらいいんじゃないですかねって俺は思うんですけどね。おそらくだけど4年間大学行ってて、周りに天才がいたんじゃないかな。うん ああ、なるほど。で、それを見ちゃって、あ、芸術に愛されてる人ってこういう人なんだなっていう。<laughs> ああ、なるほどね。<laughs> なんだろう。結局 <laughs>、天才の人に嫉妬してもしょうがないっていうところに行き着いちゃうんだよね。<笑><笑>自分が関係ないんだと。その枠の外なんだっていう。うね、<laughs> これだけど、この人芸術だけど仕事とかでこれめっちゃありますよね。たくみくんなんかはどうこの趣味とかそういういろいろほら、あの、職業を転々としたけれど、 これは、頑張っても俺には向いてないなっていうか。えっとね、プログラムですね。なるほど。プログラミングの、特にあの、ネットワーク系プログラミングが俺全然ダメで。で、その HTML とかそっち系は結構できたんですよ。うん、コーディングとかだね。そう、コーディングはしばらく仕事でやってたんで。うん。あと、まあ、こういうのを作ってっていう、その、フォトショップとかイラストレーターとか、それこそ映像を作るぐらいは、まあそこそこにできるんですけど。はい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 。 ストワークみたいな、ああいう、なんつうの、見えない文字だけのプログラミングになるじゃないですか。あれがね、全然頭の中入ってこなくて、これは無理だなって思いましたね。そういう近い環境の職場だったからこそ、無理だなって。 っていう風に気づきがあったっていうかね。そうじゃない人はさ、もう、あの、画面見ただけでは、これ絶対俺には関係ない職業だって思えるじゃん。<laughs> そうかね。<laughs> だから、そうそう。高見くんの今の例みたく、ちょっとできるかもしんないっていう時が、この、一番この、ショックがでっかいっていうかな。<laughs> リスクを取る可能性があるというかな。かそこで勉強して、ちょっとできると、あ、これはいけるかもしんないっ,って。けるかもないつって。ちょっとやっちゃって、で、そっ、 からこの,この人はそれで4年かかったわけでそうだね。うーん。それが無駄でないことを祈るんだけれど。<laughs> まあ、俺はこれで言うとやっぱ音楽とかかなー。ああ、音楽か。駆け出しの頃なんてなんか自分はまだ可能性あるみたいな感じで思ってるけれど。 周りでやっぱ才能があって売れてく人とか見ると、あ、俺はもうほんと趣味のレベルで留めておいて正解だったなっていうか、はいはいはい。そこの割り切りができない人って多分すっごいこじらせてくんだと思うんだよね。まあそれで最終的にね、再生する人もいるけれど、 大体の人がそこでくすぶりますよね。<laughs> あの、だからさ、ちょっとこれまた話逸れちゃうけれど、M1、うん、で錦鯉が優勝したじゃないで、まあ、50歳で優勝ってのは当然最高齢だし、うん、他の売れてない50歳の芸人に夢を与えることにはなるんだけれど、うん、これさ、M1 ってもともと、あの、島田紳介さんが、10年やっても目が出ないようなやつを諦めさせるために M1 っていうのを作ったんだって、その10年以内の芸歴でっていう。うん だから、ある意味、錦鯉が優勝しちゃうっていうのは、その、新助さんがもともと作った、諦めさせるっていうことの真逆になっちゃうんだよね。 そうですね。夢を与えちゃってますから、ね。変に夢を与えちゃうっていう。それがいいか悪いかってほんと難しくってさ。今現在芸人をやってる人からすると希望の星だけれど、うんうん、でも誰しもがそんな50でスターになれるわけないじゃん。まあそりゃそうですよ。もう50だったら夢を諦める年齢だよね、はっきり言って。あまあ、そこはなんていうのかな、人によりけりっちゃよりけりなんだけど、50からスタートする人も正直言っても全然いいと思うんですよね。<laughs> なんかそれはでもあれだなうんと。自分の身近な人だったら俺はやっぱり諦めろって言うかもしんない。<laughs> 全くの他人だったら、全く俺に責任がないんだったら続けてみなって言えるわ。<laughs> <laughs> まあ、そりゃそうでしょうよ。責任ないから。<laughs> 責任ないから。<laughs> やりゃい,いいじゃんって <laughs>、まあ。俺が結構そういう遅咲きというか、なんつうのかな。 思い立って始めてみてうまくいったっていうの結構あるっちゃあるんで、何でもやるだけやってみたらとは思うんですけどね。で、やってみて、ここがつまずいてちょっと無理そうだなと思ったら早めに引けとは思いますけど。そこのつまずきが、努力なのか練習が足りないのかセンスがないのかとかいろいろまあ、 その、要因があると思うけれど、うん、まださ、努力不足とか練習不足だったら、ちょっとリカバリーできると思うんだけれど、うん。ことこういう芸術関係に関してはね、努力じゃなくてやっぱセンスの方が。センスなんだよ。これは音楽もそうだけど、やっぱりセンスなんだよね。<laughs> そう。センスって俺もう最近思ったんですけど、<ー>センスって解像度なんですよ、簡単に。 あの、どんだけそこを細かく見れてるのかっていうのと細かく分析ができてて、それを裸んでこうできちゃうっていうのがセンスだと思うんで。はい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 。結局そのものを見る目が良くないとダメというか。ああ、なるほどね。うん。で、目が良くってその違いが分かって、かつ、 それがなんで違うのかっていうのが分析できるとかっていうのを自然にできちゃうのがセンスだと思うんで。んだから天才とセンスって俺やっぱちょっと微妙に違うのかなと思ってて、うんうん、センスって今は匠君が言ったように解像度が高くて要するに受け手としてもすげえ優秀なのよ。 だから音楽で言うと、すごい音楽評論ができるタイプの人はセンスがいい音楽作れるってことはあんのよ。要するに DJ が上手いとか、うんうん、聞いてる音楽をこと細かく分析して、それを自分なりに構築できる人はセンスがあるんだけれどはいはい、はい、そうですね。それセンスあります。でも天才派だって全くそれがないの。要するにインプットなしで、いきなり超独自のアウトップットができちゃうっていう。<laughs> それは天才ですな。これたまにいるんだよね、こういう人。どういう音楽に影響されましたって聞かれて、 の何にも聞いてないとか <laughs>、あの、うんうん、普通になんか歌謡曲ですとか言ってて、歌謡曲聞いててそんな小難しいロックができんのみたいな、<laughs> たまにそういうタイプの人はいるんだよね。多分そういうタイプの人に出会っちゃうとくじけちゃうっていうか。そうね。そういう人は、そういう人に急にぶつかると俺には無理だわってなっちゃうから。うん。だから芸大なんか意外と多いんじゃねえかな、そういう人って。芸大とかはすごいだろう。あの、舞台やってた時に、うんどっかの 大学の中でコントやるみたいなそのイベントがあって、で、それに、早稲田かなっった時に、あの、まあ、なんかこうで、俺その時もう成人してたんで、あれですけど、芸大の人たちのセンスっていうのをそこでちょっと見るわけですよ。は,はい、はいはいはい。それがやっぱりこう、自分には全然ないタイプだなとか、結構ありましたね。えそれお笑いでも お笑いでも、あの、<ー>それがすごい面白かったかどうかは別として、うん、そういう考えには全然ならんかったなっていうか、今まで見てきたそのテレビとかのお笑いと全く違う角度から組んだな、みたいな。 まあ大学でもね、お笑いサークルなんていっぱいあったりするけれど、うん、その中でもそのなんていうかな、抜きに出てる人っていうのはやっぱいるらしいんだよね。ああ、そうっすね。プロになる前からめちゃくちゃその大学生の間で、あいつすっげえ面白いなっていう、うんうん、なんかこの間見たやつだとね、 ラランドっていう、まあ男女のコンビがいるんだけれど、うんうん、もうそのコンテスト嵐みたいな感じであちこちで <laughs> この、まあ撮ってたらしいんだよね。<laughs> だから、大学出てプロを目指す人と、うん、大学でお笑いをまあ4年間やって、 プロにはなれないっつんで、そのままその就職する人がそこでやっぱり分かれるっていう。分かれるんだ。なるほどね。まあそれが4年間で分かるってのはまだいい方なのかもしんないけどね,ね、俺は正直これ4年って長いけど、4年で分かっただけいいんじゃないかなって。 思うんですよね。まだまだ、その、なんていうか、若いから、次のステップへ行けるし、<laughs> それこそだってさ、20年とか30年とか売れない芸人とかミュージシャンいるわけでしょ <laughs> それと比べたらね、そこまで行っちゃうともう、 それ以外できなくなっちゃうというか。いや、本当本当。ちゃって、何もできなくなっちゃうと思うんで。いっぱい、公円寺とかにそういう人いるらしいよ。<laughs> その、売れないミュージシャンがっえー。<laughs> あのー、大月健二が言ってたけど、<laughs> うんうん。どんどんこじらせてってやっぱ頭おかしくなっちゃうんだって。うんうんうん。だってさ、後から出てきた若いやつとか売れてくのにさ、自分をずーっと何十年もやって売れなくて、ね、で、 ちょっと受けたり、ちょっと面白かったりとか、コンテンツとの何、準々決勝とかまでは M1 で行ったりすると、<laughs> ほら、やめにくくなっちゃうじゃん、また。なるほどね。音楽もそうだけど、ちょっと才能があるっていうのが一番残酷なんだよね。ね決して一番にはなれないっていう、この。そう。ね 常に10位以内には入ってんだけど、<laughs> 3位以内に入れない感じ。そうだよ。だってね、M1 で決勝出てっても、今売れてないとか解散した人なんていっぱいいるだろうから、うん、音楽でもお笑いでも一発やっているじゃないはいはいはい。まあ、バカにされがちだけど、一発当てるってのは実はすごいことで、<laughs> そうですよね。当たってるんだから一応。そう、だから一発当てた人って、 で、そこでさ、スパッとやめれる人なんかはすげえと思うけど、やっぱりなかなかこう、あの時一発当てたからもう一発みたいな感じで。くすぶっちゃう人絶対いますもんねん。引きずっちゃう人はいるだろうね。うん、うん、それがまあ一周して一発やっていうくくりで、またそのお笑いにあの変えられるんだったら全然ありだと思うけれど。どうそうじゃなくても、ずっとね、自分路線でくすぶっちゃってるのが一番まずいと思うんで。そうだね。その自分の過去の栄光とか、そういうのを引きずっちゃったりすると、うん この人みたく、自分が関係ないことが分かってよかったって境地に至れないからさ。うん、そうね、俺も、だって未だに、あの、自分の、その、過去作には引きずられますからね。ああ、なるほどね。うん、いや、なんかさ、もしその、自分の才能がその、数値化できるんだったらさ。<laughs> この方面はゼロこの方面は100とかさ、もうゼロか100で教えてほしいんだよね。<laughs> やるべきかやらないべきかも。そう,そうこれがでもさ、現実にはさ、60とかさ。ああ、そうね。70とか40とかさ。半端に希望があるっていう状態。まあまあ、ほとんどそうなんでしょうからね。ほとんどそうなんだと思うんだよね。全く、うんいや、むしろ全く向いてないことの方が探すの難しいよ。あ <laughs> 絶対無理でしょっていうのが難しいだろうな。うん、まあ、スポーツとかさ、そういうのはわかるし、うん、まあ、俺で言うとその、カーベル君とかやがやってるプログラムはもう手を出す前から絶対無理だっていうのがわかるから逆にいいんだけれど、うん、ちょっとその、タ君みたくコーディングやってたからっていうのは。うん、そこがね、<laughs> あるせいで、俺も未だにこれあるんですけど、専門学校で 3DCG やってて。はい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 。 で、プログラミングもそこそこにやってたんで、うん、今その VR をやるときに、何でも自分でやろうとしちゃうんですよね。生実家できちゃうんで、<ー>そのモデリングから、その、なんつうの、キャラクター、 を作るところから、ワールド作ったりとかも、自分でできんじゃんって言って自分でやって結局、器用貧乏になっていくので。ああ、あるね。もう天才に任せれることは天才に任せようというのが今年の目標ですね、うん。まあ、その時間とか考えるとね、そういう方が良かったり、一から自分が何か学ぶよりはもうできてる人に頼むっていうのは、そうそうそう。うん、いいかなと思うけど、うん、なんか、そういう人にありがちなんだけど、その目的と手段がこう、 途中で入れ替わっちゃうっていうのかな。もともとその、 これを作るのが、作ってそれを、例えば何か納品するのが目的なんだけど、その自分ができるかもしれないっていうことで、いろいろ学んでいくうちに、<laughs> その目的を忘れて学ぶのが、まあまあ、学ぶのが楽しくなるのはいいことなんだけれど、うん、もうほら、俺ら学生じゃないからさ。そうなんよね。<laughs> その、学んで終わりじゃ、さすがにまずいんですよね。そうなのよ。その学ぶことが目的とされてんじゃなくて、そのできたものがどうするかっていうことだから、うんうん、なかなかね、その辺は学生と、やっぱ社会人だ とね、違う部分はありますけれど。ただ、学生のうちに、ね、こういうことが分かったっていうことはいいことだよ、すごく。あ、そうですね。うん。そのぐらいで分かったのは、まあまあ。 良いと思います。まあ、社会人でもそういう、例えば4年間勤めた会社が実は自分に全く合わないなっていう人もいっぱいいるだろうし、うん,うん、うん、それと比べればまだダメージは少ないかなっていう。ね。学生4年間なんてまあなんぼでも繰り返せますしね。まだまだ20代だったら全然平気ですよ。今でやめて次のジャンルでまた4年間やってって言って探しゃいいんですって、こんなん。これでもあれかな本当に よかったと思ってんのかなまだちょっと未練があったりすんじゃねえのかな <laughs> 大丈夫かなこの子は。若干くすぶってるかもしんないけど。<laughs> ね。<laughs> まあまあ、その辺はね、あの、本人にお任せして。まあくすぶるのもまた一つの人生だからね。そうそう。ん切りがつかないっていう、ほんと40代、50代、まあいっぱいいるだ。東京とかめちゃくちゃいそうだからな、そういう人な。夢追い人がね。<laughs> 夢追い人ね。<laughs> うちの周りも、その VR の中でも全然いますからね。あ、だから今だったら多分こういうの YouTuber で多いんじゃないかなーあ、YouTuber でめっちゃいますよ。あのー、なんだっけ。どっかの番組が一回取り上げた全然面白くない、そのお笑い系の YouTuber か、の人でもう自分にはこれしかないって言ってずっとその上げ続けるんですよ。そのしょうもない。しょうもないって言ったら怒られるかもしれないけど、つまんない動画を上げ続けて、それが、 一回なんかの番組に呼ばれたことで跳ねたんですよね。えっとね、文人さんだ、多分。ああ、それだ。いた。そのね、文人さんが、テレビで、えっと、バカリズムとコラボを、あ、そうそうそう。して、で、その動画を出したんだよね。そっから結構跳ねて、今、10万人ぐらいいるんじゃねえかな、とし跳ねてんだ、今。跳ねてる、跳ねてる。うん。確か年齢も、俺とあんま変わんないんじゃなかった。結構上だと思いましたよ。50ぐらいだったんだよね。うん。で、そうそう。それを、 その人が、うん、あの、なんつうのその人の一回跳ねたところにずっとこう、ちがみついて頑張って今跳ねてるっていう、このストーリーあるじゃないですか。はい,はいはいはい。これを見た別の人が、自分もこれでいけるって思っちゃう人いるんですよ、ね、みわかるわかる。確かに。 人の成功にしがみついちゃうのが一番厄介なんじゃねえかなとちょっと思いますね。あれは文人さんの場合は、ほんと宝くじに当たったっていうか、その、かそんな感じでしょうね。有名人に拾ってもらって、そこで一気にっていうことだから、普通の人はまず、その、発見してもらえないからさ、うん,うん。奇妙なことやってたり、めちゃくちゃ面白いことやってても、発見されないことには意味がないから、うん。うん,うん、まあその辺はね、本当に、まあ、だよね。うん、完全にうんでしょうね。そ そこだかかからなな理解してないと自分もこう何かのきっかけで跳ねるかもしんないっって思っちゃんだねうん、うん、でも世に出てく人って、そのまあもちろん運もあるけど、すごくなんていうかな、有名人の目の止まるような何かをやってるとか、絡んだりしてるとか、うんうん、まあそれこそコラボやってみたりとか、うんいろいろ考えてやってるからね。ね無邪気にそのなんていうかな、すごいことをやって、 っていれば発見されるんだっていうのは通用しないんだよね <laughs> <laughs> なんだろうなちゃんと考えてやんないと <laughs> そ,うそ,うその道ダメだろうなそれがこじらせると自分はすごいことやってるのに周りが気づいてくれないんだ っていう風になっちゃうんだよ。うん,うんうんうん。俺はこんなに面白いんだけれど、周りがその面白さに気がついてないだけだってなっちゃうと、そう、そうするともう、それは逆恨みでしかないですからね。そう、もうそこまで行っちゃうと末期だから、ちょっときついんだよね。うん。っていうのは、まあ確かに見かけるかな。<laughs> ね。まあまあまあ、でもね、そうなる前に、だからこの人は自分で、ね、この人は気づいたから、その、周りが俺のことを認めてくれなかったんだで終わってると、ちょっとやべえなと思うけど、自分が、うん、 その周りと関係がないってことが分かったっていうことでいいんじゃないかな。うんいいんじゃないですかね。はい。ということで、はいえー、今回はね、この4年間芸術大学に、えーまあ、通って気がついた芸術が俺に関係ないというね、言葉にまあ刺さってしまう人が続出というお話でございました。浅川です、えー。サブチャンネルもやってます。浅川のビデオで検索してください。 くだらないもの工房の匠です。えー、YouTube チャンネルを作りました。ほぼ毎日何かしら作る雑談ライブ配信をやっていますので、えー、くだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。